これは、大久保利通の銅像ですね。ちょうど鹿児島中央駅のから州のところに大きな大きな銅像が建っています。西郷さんの銅像に匹敵するぐらいの方が建ってますね。これは、伊勢清明大久保利通銅像藩閥意識を超えて新生日本の近代化に尽くすというですね。大久保が明治11年に暗殺された段階でロンドンタイムズは市の大久保氏の死は全国の日本全国の不幸であると論じました。